ちは。こんにちは。池田しおりです。渡辺です。今日はもう忙しい朝でも2分でできるアレンジやってみました。はいはい、朝も寝起きのまま巻かずにできるアレンジにまたなっております。はい、ちょっと編集では多分2分超えてるかもしれないんですけども、そうですね、もう慣れたら絶対2分でできると思いますので、皆さんぜひやってみてください。はい、ではそれでは動画スタート。モロッカオイルを使います。2プッシュ出します。髪の毛全体になじませます。フィニッシュあたりで一つにまとめます。耳に少しかぶせた状態で後ろで結びます。ゴムを少したるませてくるりんぱします。表面の部分とくるりんぱしたところをほぐします。先を3つに分けて三つ編みしていきます。毛先をゴムで結びます。三つ編みの真ん中部分をほぐしていきます。ヘアクリップを使います。ゴムの部分にクリップを留めます。忙しい時でも2分でできるアレンジやってみました。ほぐしとかももうほとんど少しするぐらいで大丈夫です。凹凸が出るぐらいで大丈夫です。皆さん気軽にやってみてください。バイバイ。